はい皆さんこんにちは、えー、バンダイハイシュボウのツリスタトークライブの時間になりました今日はゲストにですねなんとワオテースタジオの田中潤さんに来ていただいておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますつい、えー、こっちゃうんですけど<笑><笑>えっとじゃあまず簡単な自己紹介お願いします、はいはい、えっ、ー、と田中潤と申しますえっ、ー、とそうですね、えー、年 <laughs> 年齢、まあ、年でもどうぞ56歳ですね、はいえー、で、まあ、あのご紹介に預かった通りそのワオテスタジオというもともと、まあ、は自分の家のリハーサルルームっていうか、うん、ただのこう自分が練習室で大き、まあ、割と大きな20畳ちょっと大きいですよね6ー× 4四これの1.5倍ぐらい,いやこれぐらいです、ね、これぐらい部屋い。 あのー、そこにまあオーディオ置いたりとか友達と宴会してたりとか何人かで練習とかね、えー、で奥さんが同級生のピアノなもんですからピアノと何か練習したりとかっていう,うにしてただけなんですけど荷物を全部片付けてもうスピーカー全部売って、うん、もう100万とかすするんですよ大きいスピーカーですよね。うん、買ったんですけど、うん、それも断捨離で売って。 それはビッグバンド入るじゃんあの自分がね主催しているビッグバンド入るじゃん、うん、20人入るじゃんってことになって分かったじゃあリハーサルスタジオにしようとが20174年前ですか、うん、えでまあねこういうご時世になっちゃったんで、まあ、いろんなほら文化庁僕らは文化庁の補助金を割と使って、はい、えとカメラとマイクと、えー、まあミキサーというかねオーディオインターフェースっていうんですけど、まあ、そういうのを揃えて。 配信スタジオとしても機能させていこうレコーディングスタジオとしてもできるだろうっていう感じで始めた部屋ですねそのスタジオは防音そ装置がついてるというか、うん、防音になってるんで、うん、うちのように救急車通っても大丈夫なわけですよ、ね。<laughs> それもあのいい音というぐらいの <laughs> まあいい感じなんじゃないですかね。はい,はい。それでうちでやってますけども、はいはい、本当専門的な音楽スタジオということですよね。で、神楽坂の方でやられてるんですよね。はい。で、えっとトランペットが多分映ってると思うんですけれども、トランペッターでもあるわけです。そうですね。見えるかな。はい、見えるですね。い,いや、僕はトランペッターのプロというか専門家は生まれて初めてはいはいはい、はい、会います。 中学の時に、吹奏楽部があったので、うんうん、トランペットを吹いてるやつは。いましたけど。うんうん、なんか、僕は体育会だったんで、文化系で、ランニングしてんですよね。うん、あ、そう、昔は。昔はそう、吹奏楽部はね、走らされてたんですよ。で、体育祭とかやったら、早いんですよ。だか、ら体育会としては、負けれないみたいな感じだけど。意外とね、僕も早かった人だから、足は。あの、もうちょっと痩せてたんで。はい。ほら。なんか、すごいな、という<笑><笑>イメージしかない。 じゃあちょっと聞いていきますけどさんんはなでまたトランペットに入ったんでですすかといいいう <laughs> またってのがいいすね <laughs> <laughs> だってあんまりいないじゃないですかピア,ニピアノ弾くとかうん、うん、あとは管楽器ならサックスの人はね、うん、結構聞くとか友達にいたりするんですけどトランペットをやるっていう友達もいなかったです。あの んで,でなんでしょうねだから自分でもなんで弾かれたのかよく分からなかったのはありますよねでもかっこいいなとは確かにやっぱ思って,てそれは、ね、中学生ぐらいの時ですかそういや小学校、まあ、ピアノを、ね、気づいたら鍵盤触ってましたからそれは親の影響で習ってまあそうですねまあ、はい、行きなさいみたいな感じですごい嫌だったんですけど、はい、<laughs> もうサボってばっかりなんですけどまあ,あの音楽はものすごい興味があったんでであの学校に来てたんですよあの オーケストラがかん芸術鑑賞教室でまあこっちから行ったりもね、あっ、はい、そのがあって、えー、でまあ父親がねとにかくねトランペット好きだったあトランペットじゃ音楽とオーディオ好きだったんですよ、ねうん。え,ー、えっとでもう毎日音楽をねあの聴かされるんですよ。それはクラシックですか？えっとね当時はまあバッハあのバロックですよね。バロックが好きだバロコン楽っていう。うん、チャイコ好き もうちょっと近代ですけどね、うん、となんだあの辺かうんそれもねもう何でしょう、えっと、僕が僕らが寝る部屋にオーディオがどんどんと置いてあってそれをかけさせられるんですよだずっと聴き,きながら寝るみたいな要は LP ってやつですあそうですそうですこう置いてそうそうプツプツってこうじゃあトリオかなんかのマシーンがバーンとあるみたいなす,、ね、すごいでかいスピーカーがあってでまあまあ興味はあって で,うん、でねあ思い出しましたハリー・ジェームスっていうねトランペットの人がいて、うん、1940年代に活躍した人なんですけどあの「シングシングシング」って分かります聞けば分かるかもしれないですけど、うん、えっ、ー、とじゃあちょっと吹きましょうか、はい、えっとあ,あ聞いたことあります、ねうん このトトランペット吹いあこの後にずっとソロが、ねうん、彼のがあってもうちょっとそれはとてもじゃないけど真似できないんですけど、うんあのー、そういうのとか、えー、とかっこいいそのバイオリンの曲をトランペットで吹いちゃったりとかめちゃくちゃテクニシャンなんですよ。でそれを、ね、よく聞かされてたんですよ。うん、で今思えばね。であとはあのー、歌物「ブラザース・フォー」とか「ナット・キング・コール」とか。うん あのサミー・デイビス・ジュニアって言ったじゃないですこれは聞いたことあります CM とかもね、はい、出てた出てました、ねうん、でも歌手本来歌手でこんな小柄なんですけどかっこいい、はい、でそういうのを聞かされてまあちょろちょろ入ってくるわけですよねトランペットが。であとはもう小学校の時はほらテレビがあれでしたからあの生バンドだったじゃないですかうんなんだっけ「ベストテン」はい、とかで歌手さんがいて、えー、こう右にその。 トランペットとかなんなんていうのサックスとかこの、うん、真ん中にドラムがいてこっち側全部左側があのなんだろうバイオリンとか弦楽器みたいなゼがこうカッてね弾いてザーッと生バンドでもうテレビつければそういうバンド、うん、で八時代を全員集合もねなんか長い長やってましたねああ、はいうのを見てたんでしょうねやっぱりよくねであまあいわゆるビッグバンド編成なんですけどあかっこいいなとあれ、うん こういうのをいずれはやってはみたいなとはねなんか思ってああ小学校ぐらいから思っててそうで、ん、す、うんうん、そうですそうです。で中学校に入ってそうなんですよまあこれがねあのまあその新入生うん歓迎会みたいなうん部活勧誘部活勧誘<優>みたいなこういろんなバスケ部はここでやる、うん、あのななに野球はここでやる、うん、で あのーまあ、小中高大って全部一緒の敷地の中の学校だったんで、まあ、めちゃくちゃその広いんですよ学校の中、うん、で、まあ、いろんなとこでそのいろんな部活があって、うん、でテニスコートも何十面もあるんで、はい、テニス部とか人気でねでやっぱり一番モテたいじゃないですか中学生、ねはい、1>, 1年生、はい、1> で、まあ、一番モテる部活に行こうと思ったんですよ、うんでまあ、確かかに、ね、テニス部とか 当時サッカーはそんなに流行ってなかったけど、まあ野球、バスケー、バレエあたり、うん、ですよね,ね。ラグビー部があったんですよ。はい、でラグビー部みんな形体が多くてかっこよくてモテてんっすう、はい、なんかね。うん、いいなと思ったんですけど、うん、まあ運動系かなとか思ったんですよ。えー、でところがもうあの音楽室の方からですね。まあなんか演奏してるのが聞こえる。あ、きっとその吹奏楽部とかね、うん、なんかそういうオーケストラとかなのかなみたいな。ねもう。 まあこう扉が開いててこう中をねこう見るとねあの男の先輩がねそのトランペットを吹いなんか吹いてるんですよなんとかなんとかでも吹き終わると周りに女の子がキャーもう素敵って言ってるんですよこれは絶対モテると思ったんですよでえまあじゃん,んまあ人気があったんでじゃんけんでもう覚えてますよ三人でじゃんけんをしてじゃんけんポンって勝ったんですよね。 えじゃんけん何トランペット担当をまず入部しますよねでどの楽器やりたいトランペットとサックスとホルンとトロンボーンが入ってると、はい、あとはもうそこはもうねあの当時はトランペット人気だから、うん、あの3人かいあ4人だ四人で最初はグーじゃんけんポンってしてもう、ま、いつもあれじゃんけん負けるんですけど、うん、勝っちゃって、はあ、それで「よしゃ!」ってこれで俺もモテる。 始めたんですけどその勧誘であの、うん、吹いてるね周りにキャーキャー言ってた女の人が、うん、全部「そののの吹奏楽部の先輩の桜だったんですよもうこれ絶対モテるわ」と思って最初の部活の日に行ったら、うん、みんな先輩吹いてるじゃんみたいな <laughs> キャーキャー言ってる人じゃんみたいな、うん、誰もその人がね先輩が吹いても誰もキャーキャー言わないわけですよ。うん、も騙されたなと思って まあでも楽しかったんでね、うん、まあ始めたのがきっかけですよねモテたくて始めたじゃあ3年生になってはモテることはあんまりなかった、うん、えっ、ー、とまあ中高一貫続いてるんで、うん、まあ6年間ほぼずっといて、うん、えと、ね、文化祭でちょこっとモテましたからねちょっとキャーみたいなあれですね僕は知らないですけど中学校の時は吹奏楽部強くてうん、うん、文化祭のメインがあの 吹奏楽部なんです何十分間かもらって北海道で全土1位とか2位とかのとこだったんでバーッとやってコンクール用とそれからコンクール最優秀用ともう面白い歌謡曲とか受けるやつをやってそこでトランペットがいつも最後。 薄暗い中、ペーっと浴びて、三年生の男子のねトランペットの人がペェーってると、キャーですよ。もう本当。それ桜じゃなくて、本当に周りに見てる生徒がキャーで、これはかっこいいわって思うのが、僕はトランペットのイメージなんですよ。まあ何となくね、こうなんなんていう寂しいじゃないけど、哀愁が哀愁ありますよね。確かにね。 華やかな音も出るしそういう哀愁を帯びたような音も出るしみたいなでた。でまたかっこいいのはだから自分の音しかない中でスポットライト1個じゃないですかで自分の音に合わせては周りがこうなんかまた合わせていくみたいな多分僕の記憶ではね「ゴッドファーザー」かなんかのテーマだったような、はい、どうです、ね、もしかしてこれですかね。 それです多分ねゴッドファーザー愛」のテーマですよねかっこいいっすよね僕これ吹いてきゃって言われたことないですないっすかないですねじゃあ僕お世なかな<笑><笑>はいまあそれでまあはい、はい、大学が武蔵野音,大、うん、音楽大学ですここの近くです,、ねす,すね、でえトランペット科っていうのに入るんですかはいこれはちょっと長いんですよはい武蔵野音楽大学器楽学科 トランペット選手っていう3つか。器、うん、楽学科っていうのがその演奏するコースが、うん、でえっ、ー、とトランペット選手あ、音楽学部が必ずあるんだ。音楽学部器、うん、楽学科トランペット選手、うん、でまあ、音楽学部以外は教育学部もあるんで、うん、その先生になりたいとか、えっ、ー、とまあ、今だとえっ、ー、と面白くていろんな多様性があるんですけど、そのマネージャー。 になる裏方のの学科みたいなのもあるんで,すよんでまあ一応まあ音楽の方をの演奏する方のトランペット専攻になんとか入れたっていうじゃあその器楽学科っていうのは、うん、まあかんこの何て言うんですか,か管,楽管楽器もあればピアノもあでそれでピアノ専攻とかバイオリン専攻とか。 でじゃあトランペットの先生がいらっしゃってそうですそうですそうですいわゆるゼミみたいな感じですよね、はい、一般の大学の何人ぐらいいるんですかそのトランペット先生ああトランペット管、えー、っとね僕の時で12人とか学年学年で12人全部で4五5 0人みんなトランペットそうですそうです,そうです気持ち悪いですよ やろばっかり。<laughs> 当時は男ばっかりでね。でみんな俺が一番マインダぐらいやってるような。そうそううバチバチしてるわけですよ。であれですか？武蔵野音大のオーケストラもあるんですか？はいはい、ありますありますあります。そこにも出てトランペットとかが自分が選ばれるかどうか。そうですそうです。各学科から選ばれたり。上手い人じゃないと入れない,れないそうそう。だからもうバチバチですよねみんなね。 ね、その気学学科以外にも声楽学科ってのは別なんですよね気楽じゃ楽器じゃないからそういうのもあっていろんなのがね、うん、バチバチ中でしてるんですよねなるほどね、うん、へだから、えー、とこの辺の桜台は血のりがあるといいますかめちゃくちゃ知ってますねエコタでしたっけエコ,エコタとの間が、えー いや、エコダの、のえっと、なんか、えっ、ー、と、北口ですよね。ま、はいうん、るって五分ぐらいのとこ。ろにありますよね。ええ、ね、桜台に住んでるやつが多かったんですよ。はい、えー、エコダだとちょっと高いんで、こう竹向原とかね、うん、こう一駅向こうとか。はい、で、まあ、もちろん、あと練馬もね、安くて。うん、みんな、そういう感じで、こう酔っ払って。帰れなくなると、桜台の先輩家に泊めてもらったりとか。はい なんかそういう思い出がありますね。なんか、ね、桜だよ。なんかよく聞くんですけど、この桜台とかえこた地域って楽器を吹く人に対して寛容な街ですよね、うん寛容。あの、アパート1棟を全部楽器株の物件がよくあるんですよ。うん、で、防音何もしてないんですよ。でもみんなそういう人だから。 みんなな気にしい常識の範囲で深夜は行かないぐらいで練習してんなぐらいしか思わない街でたまにピアノがうるさい殺人事件とかあるじゃないですかこんなえこの辺にはないですよねみんなもうしょうがないと思ってそういう意味では江古田はあれもあるじゃないですか日芸もある日大芸術学部もあるし多いですよねこの辺はね池袋がほら東京音大があるからこっちに住んでる人が多いんで。 結構寛容な街ですよねなんかねパリっぽいんですよそういう意味では、えー、なんかパリって、はい、まちょっとだけいたんですけど、うん、あの結構、ね、どこでもそうなんですよね音楽やってる人に寛容なんですよ、うん、ねあの本当にお金がなかったんであるねビザ屋さんでお金ないんだけどお腹空いたと一曲服から食わしてくれって言ったら食わしてくれたりとか <laughs>、えー アパートも全然楽器 OK のとこじゃないのにも誰も気にしないんですよね、うん、ふ吹いてて当たり前みたいなあ上でピアノをやってんなみたいないう感じの僕<ー>ねフランス僕はまあ旅行ですけど、えー、行った時に街角に普通に絵描いてるおじさんがいたりそうそうそうストリートパフォーマーっていうんですかが、うん、あちこちにいて普通にお金払ってたり普通に絵を売ってて。うん んか芸術っていうものに対してすごく寛容っていうか応援という気持ちかそういう街なんだなとかだから普通に演奏してる人もいてそうですその人にこうお金を払ってやってて日本だとあんまり見ない若い人がやってるみたいなあと NG とかねダメとかストリートはやっちゃダメ警察来るみたいなあります こでで練習すするんですかあ僕はまあ自分の和音ですけど,ど普通学生時代とかえっと学生時代和音建てる前はうちはあのやっぱり代々住んでたんで、はいあのー、寛容だったんですよね木造なんですけどた周りはうるさいですよね<う>木造だったら <laughs> でこれって何かこうでかいじゃないですか,かえっと110デシベルぐらい出てジェット機の すぐ後ろと同じぐらいの大きさなんですよ。で一応遠慮しながら吹くんですか。いやでもバカバカ吹いて。でもまあ田中さんちのお子さんはしょうがないしょうがななんかやったんだなみたいな。でまあ多分まあ親父があのテーマしてくれたんじゃないですかね。隣近所にね、まあ楽器やるからさみたいな。なんかたまに地下鉄のあのあ鉄道の下のなんか駐車場で練習してる人とか河原で。河原いますからね。で。 なんか上手いんだかかいだ下手なのか分かんないけど練習してる人は見てこういうとこしか練習場所ないんだろうなとか、えっと、まあ音楽大学っていうかその専門的にやりたいって思う人は、うん、えっと外で吹くのってあの気温の上下で音が変わっちゃうんですよはい、はい、なあんまりやりたがんないですよね、うん、でもまあしょうがないからそういうとこでやってるんでしょうけれど、うん、だからみんな苦労してましたよね その若い時はね、うん。で、もう全然トランペットわかんないですけど、そのまあトランペットで武蔵野音大ってことはクラシックで入るんですよね。はい、そうです。えっと今でもえっと基本的にはクラシックしかやらない大学ですから。あ,あそう。え、うん、ジャズかなんつうのはないないないんです。えジャズかとかあるような大学もありますよね。国立音楽大学、千足、はい。千足、えー、もあるね。うん えっと昭和もあるし、とか、湘美学園はちゃんとジャズポピュラー化っていうのがありますよね。専門学校ですけど、ジャズトランペットとジャズこうクラシックトランペットは楽器としては同じなんですか、うん。楽器としてはあの一緒です。一緒。うん、一緒と言っていいですね。今はサックスはちょっと違う。サックスはまあ基本的な一緒な。一緒なんですか、うん。楽器そのものはね。 一緒なんですけど歌口ってこれまあ取れるんですけどまあこれがジャズとクラシックはちょっと違うかなっていう感じですかねでそれサックスもまあここがまあ取れるんですけどこれを変えてますよねみんなこれならないんですよね僕らだとスカスカになねフューフューでしかそうこれだけだねでね音最初出さあの練習させられるんですよでしたよねでこれへ変な音するんですよねこれね なんかこうおもちゃのラッパ、うん、壊れたラッパーみたいな音すですこれがならないんですよね僕らだとスーみたいな息が漏れたみたいな音になって <laughs> <そう> <laughs> なんか風船にちっちゃな穴開いたみたいなシューっいうねああいう音しかならないですよ さっっき言た中学生の後藤っていうやつなんですけど同じクラスでかっこいいなとかつって「お前これやってみろ」っつって貸してもらってやってだから彼やるとのなるですよ僕やるとみたいな音して「お前ダメだセンスないわ」とかって言われてもうやる気もなかったですけどいや難しいんだなと思って勝ったんじゃないと思いますやっぱり。 ジャズとクラシックは楽器が一緒なら何が違うんですかうん、うん、リズムが違うんですかえ,えっと何、まあ、て言うんですかね一、まあ、人でやる場合例えばあの小編成のコンボで一人でやる場合はあの何吹いいいたってんですよねだからそのメロディーよくねあのテーマっていうんですけどメロディーがを勝手に変えていいんですよどんどん。うんうん、でえっと まあクラシックの場合は基本的にはダメなんですよね楽譜に書いてあることを厳守しろっていうか間違えたらダメっていう世界ですよねまずそこは大きく違いますよねでも他はねあんまり変わらないっちゃ変わらないですねなんかジャズってこう動いてくるん動いてなんか聞いてるうちになんかこう乗ってくるみたいなクラシックは乗らないですよね <laughs> 僕はねなんかうん、うん、じっとしてじっと,じっと聞くうまへたも分かんないななんからうーんとかって。 間違っても分かんないんですよあ雰囲気がねあのクラ暮っぽいとこうお客様もこう,でこう、うん、正座するような感じでいきそうですよねまああのー、どちらがアートなのかって聞かれるともう現代ではどちらもアートだと思うんですけど、うん、昔、まあ、それこそね、えっと、始めた頃は日本ではあのー、40年前か、あのー、ジャズは邪道だって言われてましたよねトランペット。<ー> あのそんなのジャズなんか吹いたら下手くそになるとかね音がダメになるよとかって言われてたんですけどまあ今はそんなことはないですねなんかジャズだと全然イメージはなんかベースがあって、うん、はいはいはい、はい、サックスがあってピアノがあって、うんうんうん、ドラムがあってみたいなのがなんかこうノリノリでやってるっていうイメージはあるんですよねまあ基本そうですよね、うん、でもあの同じ同じそのえっと わかりますかね。すっげえ古いあの古典のあの宮廷音楽みたいなあるじゃないですか。うんうん、あのお食事の時に映画とかで後ろで買って、はいはい、まあ、ああいうのね、えー、のと、それからまあベートーベンのじゃ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 んって全然違うじゃないですか。うん、でも同じクラシックですよね。で、ね、そのまあベートーベンが一番わかりやすいんで言いますけど、まあベートーベンからあの変わってきて 今の、まあ、ジャズとかポピュラーとか j p o p でもいいんですけど、うん、何でもいいんですけどそういう音楽に変化してきただけで、うん、僕はあの違いいはあんまり感じないですよねーベートーベンと球体音楽、うん、全然違うじゃないですか、はあ、ベートーベンと歌謡曲全然違うじゃないですかでもずっと同じ軸上にあるっていうかあんまり吹き方がまあまあ、た多少違いますけどね。うん、あんまりあのなんか 僕らが僕だじゃない僕が分かる曲をちょっとクラシックっぽいのとジャズっぽいのでちょっとやってもらうっていうのは同じ曲で、まあ、ちょこっとこう、あのー、クラシックの曲を、あのー、クラシックらしくとジャズっぽくってね。はい あります画面の向こうで大拍車来てるといいんですけどね <laughs> <laughs> でまあこれがあのクラシックですよね楽譜通りにこう吹いたこう清らかな感じでねでこれをまあジャズっぽくねするにはまあリズムを変えたりするんですけど。<music> 全然楽譜にない音を入れたりとかリズムを変えてったりしてジャズっぽくしていく。へー、わからない世界です。でも雰囲気は違う。あ違うね。雰囲気は違う。そうね。わかりますね。はい。あと先ほどえっと角田坂でビッグバンドってビッグバンドってすみませんなんですか？でかいバンドっていうのしか思わないんで、多分。 えと一番分かりやすいのって若い人にまず若い人に分かりやすいのは、うん、あれかな、えーと「スイングガールズ」って映画。聞いたことありますね。あの女の子たちが「はい、ジャズやるべえ」って言ってね、はい、やると,、えー、とああいう感じですね、えーとまあ、我々世代だと8時台を全員集合の右側があれです。で、えーとまあ、言葉で言うとえー まずリズムですね。ドラム、ベース、ピアノ、ギターね、これ四つ必ずあります。でそこにトランペットが基本的には四本。うん、トランペット四。でその前に、えー、トロンボーンが四。はい。えー、そのさらに前に最前列に、えー、サックスが五。えー、5本うん。四四五って呼んでるんですけど、えー、総勢十七人ですかねが基本の形です。うん、ビッグバンドと呼ばれています、ね、はい。 それに他のが入ったりそうですボーカルが入ったり少なくし今回ちょっとギャラ少ないから一人ずつ <laughs> 降りてねとか <laughs> ごめんねとかってよくありますね。ビッグバンドも持っていらっしゃるというかそうですね定期的に活動しているというそれは何ていうお名前のあ和王オーケストラって言うんですよ和王オーケストラで <laughs>、はい、ご自身が、まあ、オーナーという言い方をしてダー、まあ、リーダー分ね トランペットを吹いてそうです,うです,うですあれあれって指揮者はいるんですかいないんですいないんですあビッグバンドは指揮者いないんですか基本的にいないですねじゃあドラムの人がリズムを作るんですかえっとカウントを出すときはドラムだったりとかその、うん、だ,んだん遅くなったり早くなったりする指示はえー、っと演者自身があの一番前にいるのがサックスですから、はい、演奏者がわかるように体をちょっと動かすとかはいはい、はい、うんでそれを見てドラムの人がこう なんだ遅くするとかそのまあ合間をうまく入れてくれるんですよね慣れてる人じゃないとちょっと難しいですビッグバンドって<ー>、えー、ちょっと動画があるんですかねあそうですね先日ですね「わおオーケストラを」「わお亭」からみんな「和お」がつくんですけど <laughs> 和わさんが <laughs> 配信したものがございますので <laughs> ぜひご覧いただければと思います。はい 再生回数ね、あ、こ入ってますかね。えっと、1500回ぐらい超えたのかな。もうどんどん皆さん回してください。これがワオっていいですね。あ、ボーカルもお綺麗なことですね。そうですね。もう彼女とはもう長くて、絶対この子って。若いんです。二十歳ですね。中学生ぐらいだからもうじゃあ歌って、もうこうやって歌って、あ、やって歌ってってこういうふうにして。 しで、後ろで後部屋中に反射とかね、音の反射とか吸収とかなんかもあるありますか、ね 壁に、こう、黒いの貼ってあるのが見えると思うんですけど。あれは、まあ、吸音、吸収する方ですよね、うん。グレーの壁は反射する壁です。じゃ、これ座る向きが決まってて、そうです。ですこのビッグバンドに合わせて、いい。そうですね。吸収になるようにな、うん、そうです。

30本前が入って l、はい、ラインがどれだけいるかってグうしてるそうです,ねでですよね,す自,分ね自分でざっくりミキシングをして、はい、えと本番当日はその隣の部屋で遠隔操作をしてもらって一緒に操作して音を調整してもらってやっぱり本番になると音変わるんですよみんなでかくなったらちっちゃく発揮するからフルートに持ち帰るて サックスの人はフルートとか、うん、クラリネットとか。ギターは直接ラインつなげるとギターアンプにマイクを立てるということですね。<あ>これで二十何人入ってるの？これで二十一ですね。七です。その人足りなくなりそうですね。ね<う><う>あの換気扇も強いの入れてあって。 工場用みたいいななそれ拾わやってる演奏の方が強い、うん、とねいい,いいあれがあるんですよプラグインがそのノイズだけを消すそのファンのゴーッと音だけを消すっていうのがあるんですへえー、そうなんですねあまりるですさすがにこの人数でねやっぱり2時間ライブやると3匹も本当になりますし、ね、なるんで,でご時世的にもねあんまりよろしくないんで。 ただスタジオにはピアノが常設されていて、はい、あとドラムも,も常設でアンプ類ベースアンプとかそういう小説あとは自分楽器だけも持ってそ<分>うそう面台も買ったりもするすごいっすねいやもうこれが夢だったんですよねあのコロナになってからご時世になってからこれがやりたくてこう文化庁さんに申請を出してたっていう。 ところがありますね。コロナになる前はご自身の練習だったり、うん、自分たちの練習スタジオとして、そうそうですえここの部屋を用意して、じゃあコロナになりましたって言った時に、うん、今度は配信もできる。うん、じゃそこからカメラを入れたんです。そうですね。えー、っとは去年2020年の9月ぐらいからですね。これ、うん、2月ぐらいからコロナの始まって、うん、4月で結構。 わ割と来、ね、てで9月でそうです,うですあれ音楽やったらあれですよね歴史歴史というか過去がちゃんとやってる方は文化庁の何だか支援うん、うんかうん、ありますねあとは持続化給付金ももらえたんではい、はい、最初はもうそれでもう本当に巣ごもりですよ、はい、100万円もどでどうやってそこね生活しようかって奥さんとずっとやってましたねと音楽活動はゼロですよね全くゼロでした しし2020年は音楽でお金をいただいたのって2回ぐらいしかないですね、はい、全くないで1回だけ自分のライブが、まあ、それこそエコダのバディさんっていうライブハウスでやったぐらいですかね。うん、持続化給付金と、うん、まあ秋に出た文化庁の、うん 補助金はあれですか何かをやるということの補助金そうです、設備投資するとかそうです,そうですコンサートをやるでもいいんですよね、はい、個展をやるでもいいし、うんで、その時にかかるお金を4分,あ4分の3補助しますよということなんで、まああの、買わなきゃいけないんで、先にお金がないといけないんで、持続化給付金を元手に、えーまあ、買い増していったというか、少しずつ。 であそこで配信をしてライブ、うん、コンサートをやりましたというそこでどんどんあれですね、はい、配信スタジオ化そうですあのまたやらせてくれとか、うん、そういう問い合わせが来てでその時いただいたお金でまた機材を買って、はい、<laughs> でちょっとずつグレードアップしていってっていう文化庁って何回ぐらい出たんですか回、えっと、回か3回だった ですね。あれ二百万ぐらいでるのそうですマックス百五十万百五十万、うん、<ー>厳しくてねそれで配信しながらははい、はい。でまあその出たグループにも多少お金を頂い,いてうん、うん、そうですそうですで、まあ、年が明けて2021年21年うんでもコロナは明けずはいはいもうずっとだから和ってにいましたよね でまああのまあ、ぶっちゃけあの、まあ、別にここだけの話じゃないんですけど、うん、あの某超大手の、ね、楽器メーカーの講師をやってまして個人レッスンを、うん、あのやって週3日とか行ってたんですけどあ<ー>まあそれもですねやっぱ皆さん生徒さんどんどんお辞めになってでも全然外行かなくなっちゃってで、まあまあ、そうこうしてるしねこう使わせてくれとかやらせてくれとかっていうお問い合わせはたくさんいただいたんで。うん、あの 文化庁バブルって呼んでるんですけど、うん、そのみんなが補助金をもらうんでうち,にうちでまあレコーディングをするとか録画をするとかはい,、はい、いうような感じのまあちょっとみんな,がみんなで文化庁バブルを味わってましたね、うん、え2020年の末が。で2021の2月までが実施期限だったかなあなって、はい、そこま,まではこうものすごいびっしりみんないろいろでやったりはしてたんですけど、うん、まあでも。 2021になっても別に何も変わん、まあ、緊急事態ずっとあるしなみたいな、うん、いつまででしたっけもう解除になりましてえ10月,10月9月から9月いっぱいで解除,解除ですっけね9月31日で解除であと東京はなんかその伸びて10月12日か13日まであああお酒は9時まででなう,う,うん、うん、なんかねお酒好きみたいですからねあいつら。うん <laughs> 今りだったかななんけあれ ?2021 になってだからずっと緊急事態だった緊急事態ですっね。まあ飽きましたけどオリンピックがあってあとは8時までとかで実質実質ずっとみたいな感じであとはんかあれライブハウスがすごくやり玉に上がったじゃないですかクラスターの。だかからなんね あそ音楽やって集まってると悪いみたいな誤解もあってその煽りも受けてるんじゃないですか、はい、思いっきり受けましたねあのまあライブハウスってこうどんなイメージありますそのいわゆる、まあ、いろいろあると思うんですけどライブハウスって聞いていや僕のイメージは前にステージがあってスポットライトがあって奥にカウンターバーがあってお酒チケットかなんかでもらって簡単な。 料理が出て、うん、なんかライブを聴いてるっていうスタイルか、うん、みんなが立っててバンドが入れ替わるたんびに人が入れ替わっていってワ、はい、ンドリンクみたいなのあほぼそれで大丈夫なんですけどあのライブハウスさんもいろんなイベントがあって、うん、その例えばね婚活パーティーとか、はい、あのいろんなのがあるんですよね。うん でまあ、婚活パーティーって言いながら、あのー、もう本当に人がびっしり入ってるような、ねまあ、これは聞いた話で裏取れてないですけど、うん、<coughs> 大阪のライブハウスでなんか最初、クラスターたー、はい、あれって大阪の人間が、うん、と話しててなんかねお見合いパーティーの二次会かなんかだったらしいんですよ。で人はみっちりで うん、いわゆるそのオールスタンディングのスタイルよりも人が多くてそんな中、一人持ってれば普通のねあれでもなんか出ますよね、うん、だからそういう入場制限とかあのテーブルあたり何人とかぐらいにしとけばよかったんですけどまあと最初はねもうまあ政治もパニックしてだったんじゃないですか、うん、でとにかくライブハウスはだめだと。 おっしゃっていただいたように、そのお食事をできるようなところって、大体叫ばないんですよね。前前、うん、二人とかね。そうですね。うん、まあ、やっていいぐらい,のい。そうそう、<ー>後半最,、ね、最後ね。そうそう、クラシックと違ってね。はい、なんか、まあ、いいぞとか、なんか、いいかもしれないけど。うん、まあ、いわゆる、そのオールスタンディングっていうね、もうみっしりになって、はい、満員電車みたいになって、こうジャンピングするみたいなスタイルって。とは、全然、やっぱり、なんか違うと思うんですけど。うん、まあ、それも全部一緒にされましたから。 もう本当に仕事もその自分のライフワークを出していく場もゼロですよね、うん、それはねいまだに政府に言いたい強く言いたいですね。ないですか、はい、例えば僕がミュージシャンだったら「うんうん、あちょっとあの配信のライブやりたいので」って言って補助金請求して「じゃあ和お手でやります」って言って和手さんにお金を払って自分にやって自分も。 助成金もらうみたいなのでこう繋いで回して繋いでって出たわけですよねちゃん、ね、と収入ないですもんねう歌う場所がないからそ,それが2月で終わっちゃったからじゃあその後文化庁はないと、うん、ないですでバブルがはじゃないや <laughs> コロナが明けてくると皆さんちょっとずつ外でできるようになってきてますよねうん、うん、今はなってますねだいぶそうするとスタジオとしては、うん 空き時間が増えるみたいな。増え,た増えました、増えました。結構増えたん、うん。そうですね、やっぱ結構増えましたね。この九月からはもう。うん、あとじゃ、今は何、え、練習と配信ぐらいですか。うん、あのー、やっぱりリハーサルでレンタルと、それから。うんえー、まあ、自分の作品を残したいとか。はい、うん。レコーディングをしたいっていう子たち。がずっと使ってるかな。いや、でも、やっぱりね、あの。思ったより。 ゼロにななってないんですよもちろん、まあ、減りましたけども音楽の配信もこれはこれでいいねっていう話、うん、価値観がミュージシャンの中にこうちょっと生まれてるみたいで僕もいいなと思ってて割とね、えー、っと面白いですね。じゃココロロナナ前とと中 今ったらコロナ中がある意味バブルバブル、うん、そしたら前と今比べるとどんな感じえっとまあ、ま、正直なところの自分の収入は全然少ないです今、うんうん。けどやってることの多彩さっていうのはものすごい今あ<ー>多いですよね。うん、まあ何でしょうその、ま。配信に限らず 俺まだいろんなことできるわみたいなうんそういう感じは生まれてますけどなるほどねそうなんですね先ほどあの楽器の先生やってるっていう、うん、はいはい、はい、トランペットの先生ですわ、ね、かんないですけど何だか音楽教室のと,ところでトランペットを習いたいっていうところがあって、うんうん、そうですそうでですすそそこに社会人の方ですか生徒さんが、うん、いしいえー、と まあ小中高の小学生中学生高校生で吹奏楽部でやってますもでもちょっと思うように音出ないんですよねみたいな、うん、あじゃあみたいなただえ週1回とか2週間1回1時間とか2時間でいくらっていうコースがそうういことですそこにあってそこはそのなんか防音室があって1対1ですか基本。気温 1>, えとまあ、1対5だったりっていうのもありますけれども。うん それは課題でその場で吹いてもらってこうやったらいいよってアドバイスを、あのー、基本的な練習のルーチンみたいなものをこうで伝授というか、うん、こう教えてあげて、まあ、長くやってると、ね、自分流の楽がたくさんあるので、ね、ど,れどれいるみたいな <laughs>、うんね、ルーチンを渡してあげるみたいな。何かこう練習の仕方ってあるんですかありますね。 えっとまあ、指ですよねねやっぱ、ねはい、もう指動かないと絶対だめなんで指と唇と体の練習あ姿勢で姿勢そうですね音が違う、まあ、吸い方とかなんかさっきひ吹いてるの見ていつ息吸ってんだろうと思ったんですけど、うん、<laughs> あれ一息じゃないですよねどっかで吸ってるわけ分かんないようにこう分かんなかったですよね <laughs> 吸ってんだろうと思って見たんですけど でも喋ってる時だってあの例えばつりさんが今息したとか分かんないじゃないですかあそうですね,うねそう言われてみれば <laughs> あそういうふうになっちゃうわけですね <laughs> そ,うそ,うそ,うそういうふうに分かんないように吹くんですよここならはおかしくないだろうっていうところですればはい、はい、会話としてもおかしくないのと一緒で音楽として成立して分かんない <laughs> え楽譜には、うん、ここで息するっていうのは意識して書かれてる方もいるんですか人ももいいますすね難しい場合はあるんででけどでもほぼ 書かかんないでもだいたいここだろうみたいな <laughs> ん。慣れてくると文章と同じになるんですよね。あのトランペットってなんか聞いた話では吹き方で音が変わるっていう、うん、指はわかりますよ僕も。うんうん、だから同じ指でもはい、はい、吹き方で音,が,で音が変わっちゃう高さが変わる。うん、えっとちょっとやってもらえますか。えっとね何にも押さない。 でっていうかまああの一つの指使いで七個とか出るんですよ。んそのままで同じ持ってるだけで七個とか七個出るんです。ええ七個これは吹き方を書いてるんですね。みそシードあ七個ですねはいこれはええと舌を書いてる口の唇をうん吹き方があるんですねななんかあるんですよなんか息の出し方みたいな。 これは理屈じゃわかんないんんですよね,多分ねこんな感じってやって「それそれ」みたいなので自分の唇と出し方でこう出せば自分はこの手で出るぞうるぞみたいなそうそれぞれの指にあのこうして7個ずつあるんですよまあ例えばまあこう真ん中を押すと半音下があるんですけどさっきのは全部離して「

普通ならね指やれば決まるじゃないでも間違っちゃうじゃないですかんですこんなちょっとした部分だと,と、うん、ただ鳴ったつもりが違う音っていうのもよくあることなんですか、うん、あ,のあっちゃいけないんですけどよよくあるんです間違っちゃうとかちょっとずれちゃうとかそうそうそうあの展覧会の絵っていうね冒頭がトランペットだけで。 トトランペットだけなんですよ。そのオーケストラ何も演奏してないんですよ。<laughs> 無音なんですよ。でその中で,でこうやって吹かなきゃいけないんですけどなんかで CM とかでもよくなる。はい、これがえっとこうよく間違えるんですよ。 同じ,同じ指なんだけど、はい、音が変わっっちゃってますよ、ね、でこんなの吹いちゃうともう後で「ちょっと来いや」って <laughs> これって練習してできても本番でいざ、うん、だって自分から全てが始まってうん、うん、クラシックだったら何万千円か何千円か払った方でうん、うん、もうプロの方で、うん、聞く人も。うんうん そうですやっぱクラシックだと特にねて,て,慣,れてる慣れてる方がねさあお前らどれぐらい弾けるの<笑><笑>どんな風にやるんだよみたいな、うん、じゃああの中でスタンディングオベレーションもらうなんていうのはすごい世界、はいすごい,すごいことだと思います、うん、だい,たいあのツーンとして帰っちゃう方多いんで <laughs> クラシックでね「終わったのねはい」みたいな「あよかったわよ」みたいなそれで「ブラボー!」みたいになるっていうのはやっぱりよっぽどいい演奏だったんじゃないですかね え今のなんか失敗しちゃったらどんなやっちまったみたいな<あ>もう次ないみたいな世界ですかえっと、まあ、最悪ない時もありますよねソロとかで、うん、かっこいいところで外しちゃったら、うん、お前もないよっていう、うん、えっとそれがもう複数回繰り返すと本当になくなりますよね下手くそになるんですかででも緊緊張張なっちゃうすね 緊張心練,習練習だっただからもちろん、うん、選ばれてるしそうですそうです,そうですだけど本番になるとやっぱりそれは半端ない緊張なんですよね、うん、よくあの喉から心臓が飛び出るなんていうすはそれどころじゃないですよねもう目から心臓が出るかと思う <laughs> へえ<ー>本当に嫌ですね <laughs> あの緊張はでトランペットには第1トランペットとか第2トランペットとか第3とかあるんですか 詳しくだと基本的には三番まで。第一、第二、第三、トランペット。はい。いね、ちょっとなんかこれが第一で第二が第三とかっていうのはありますか。えっとね僕第一しかほとんど吹かないんで、<ー>第二第三が分かんないな。楽譜がないと分からんない。うん。第一って言うとだいたい主旋律で僕らが聞いたことある曲ですよね。 みたいな旋律があったとしたらっていうのが第二番だったりで第三番がみたいな感じで重ねてると今適当な今即興で作ったメロディですけど。 バイオリンでね聞いたんですけどんか第一バイオリンがかっこよくて一番うまいと思ったらそういう場合もあるけど実は第二がすっごい大変で第一を生かすのは第二とかおっしゃる通りです快感だとまで言って素人さんは分かんないけど黒とは分かるっていうんですかりま素人さんはんかその主戦率がねいいと思っちゃうんですけど そうん、うん、あのトランペットう他の管楽器もそうなんですけど音の高さが違うパートがある時はそのセカンドなりそのサードって言うんですけどがものすごい大事なんですよ<ー>生かすも殺すもこの人たち次第なんでへえ<ー>僕はなんかこう主戦率というか、まあ、トップノートが得意らしくって。うん こうファーストの仕事がほとんどなんですけども、うん、えとやっぱりセカンドサード特にセカンドの人はこいつじゃなきゃなっていうのはありますね。そうのか性格なんか技術はまあ多分みんな一流なんですよね皆さん。やっぱりそのスタイルっていうのかなこうーっていくのが合う人とうん、うん、支えてるのが合う人と分かります分かります。 分かれるというかタイプというかスタイルというか、だから僕なんかはそのそのセカンドに行くとあのすごい下手なんですよ。なんかわかるんですよね。<ー>うん。だからあんまりセカン今日の仕事セカンドですよって言われると、あそうかってこう緊張しますよね。<ー>うん、大変なんでやっぱり。でもソロはまた大変でまたうん大変です大です違う大変さで、はい、ファーストが一番こう自分らしく <laughs> そうですそうですそうです。ふけて。 あのダンスホールってわかかりますすもう今都内1個しかないんですけど、はい、昔よい新宿とかはいい、はい、出てくる映画とかが歴史のやつでいま、うん、だにそういうのが1個ね、えー、生バンド入れてるところあって、うんでまあ、そこでちょこちょこ呼ばれてお願いされあの頼まれていくんですけど、うんまあ、そういう時も大体一番ファーストかな、はい、でもこの曲はソロだあのこの曲だけはちょっとソロでお願いとか、うん、突然ここちょっとアドリブでとか。<laughs> 全然見たことなない楽なんですよこんだけ知らんわみたいな。で吹きながらパッと見てパッと吹くみたいな。えっとその盤末がえっとあれなんですよえっと例えばえっと B, B の18番とかって急に言うんですよ曲の終わりに。でそれ吹きながらこう前の曲吹きながらこうめくってんですよね。<ー> <laughs> でこう18もこうチラチラ見ながら。 でよっしゃドラムの人がワンツースリーフォー入るんでバッって吹かなきゃいけなくてもうすぐもう毛がなくなりそうですそういう練習もするんですか初見で吹くっていう練習はありますありますあの初見で吹く練習っていうのはありますよねなんか僕はピアノの人がはいはいはいなんかいきなり初めて見る楽譜でまあちょっと間違いながらでもそこそこはいはいはい、はい できるのをき見て、うん、すげえなこの人たちと思ったんですけど。でも、あのピアノの人はまたあのたくさん音があるじゃないですか。から和音の問題があって、えっ、ー、とまああんまり複雑なむず難しいんですけど、えっ、ー、となんだろうな、玉がこう玉ジャクシで並んでると、あこれ今シだとか、なんかああこう並んでたからイ、e、マイナーかなとかって見えてくるらしいんですよね。 それでこうとりあえず止まんないようにこうああいう人たちが弾く、えー、あれすごいですよねトランペットギターだとね違う場所で同じ音が出るじゃないですか、うんうん、そうですねああそうかそうかえっと吹き方とそのあれでこれの音だけどこれはこの吹き方のこれやるとあ、うん、ありますありまますすそれもあるんですか、うん、例えば、まあ、こう何もさないで っていう音と,と、はい、押してもあ同じ音なんですよ。本当だ。いくつかありますよね。えっとまあこれがと押してもへえ<ー>いくつかありますやっぱり替え指とか言うんですけどめちゃくちゃ混乱しますよね自分で吹いててあれ今何吹いてんだろうってわかんなくなる時がね <laughs> あるんですよ。 基本もう青さんは自分はこの音だったらこの吹き方のこれっていうのはもう体に入ってるんですよね。なんかよくあの外国の人が「どうやって箸使うんだい?」って聞かれてか分、はい、かんないじゃないですかもうん、何十年も箸使ってるとなんかそういう感じに近いくなるように練習してきたみたいな。へあとあのオペラで 見た時にあの下でステージの前の下にピットあって穴みたいなあってガーッといって指揮者だけが見ててスピードとかなんかを全部その劇に合わせてやってるのあるじゃないのあれ見てなんか本物はすごいなとかオペラオペで、ねうんえー、とバレエもねあるんですよそういうのが、うん、あの生のオーケストラであのオーケストラピットっていうんですけど。 映画で三谷幸喜かなの映画で「オケピ」ってあったじゃないですかあ,あ僕まだ見てないですねうんまあカタカナで「オケピ」ってあった、はい、それオーケストラピットの話なんですよね、はい、僕も見てないんですけどやっぱり知り合い何か出ててあのものすごい面白い世界ですねあれは、はい、あのやってる方も見てる方も一番楽しいと思いいますねいやでも生で見る聞くに見るのとねなんか違うなと思って、うん、この間僕 あのここにも出ても桜庭和子さんっていう歌手の方がいるんですけど練馬、うん、の,の光が丘カデンツアーでコンサートやったんですよはい、はい、だから生バンドが来てたっていう美空ひばりさんの学校をやってた方々のチームでだからすごい、まあ、知る人は知ってるトランペットにこんなでっかい人いませんでしたいやーその時まだねあお、うん、さんと知り合ってないから <laughs> いトランペット見てないあんまり。<laughs> ただ思ったのは前にギターの人がいて奥にまたピアノがいてで僕の知り合いの人がえ奥でギターいてでなんかこっちにかん管楽器かなとかこういてでなんか最初ピアノと何かから始まってで加減が出てきてでいいところで管楽器のタランットとかなんかバーッと出てきてなんかテレビで見るような。 歌謡ショーの感じが生でこう音がガーってきてそこで歌ってるわけですよ。うんうん、これ気持ちいいだろうなとかよくたまに歌手の人が、ね、あの音源じゃないのを歌うと「はいはい、今日は気持ちよかったです」うん、やっぱ生だと気持ちいい、ね、合わせて頂い,いてとかっていうのを聞いてああいうのはビッグバンドっぽいのとまた違うビッグバンドって言うとまた違うですね、えー、歌謡バンドみたいな。うん、僕ら歌番って呼んでるんででるすけど 歌の伴奏、歌番ってそう伴奏の伴とバンドを引っ掛けてるんですかね歌番って呼んでるんですけどそういう編成の仕事もありますね楽しいですややっっぱりてる方も楽しいですねそういうのに一本で呼ばれてちょっとトナペットいないから頼むよとかただ弾くのは歌謡曲のそうですでなんか ギターとかピアノがあってここから結構おしいとこですよ、ね、おしいとこだけでしょって言っあと休んで休んでまたずっと休んでますよね <laughs> そうそうで食ったらなんかこういう感で次の曲のイントロはね最初はトランペットですよとか、はあうん、そういうのもありますよねへえんか深いというか知らない世界ですよ <laughs> 僕にとってはいや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 でも面白いですよね いけるっていう出会いって多分こうやってる人と会わないと興味ってわかんないですよね。わ、うん、かんないですね。うん、だから何みたいな話ですよね。うん、だから僕、今日ね。こう出させていただいて、ものすごく嬉しいというかですね、うん。僕自身は大したことできないんですけど、はい、え。もう年も年ですしまあ、これから急成長するとは思わないですけど。でもなんかこうやって皆さんにこう。 この自分がやってきた一生懸命やってきた楽器を通じて、実際になんか興味を持っていただける人が増えた、うん。祭りさんにしろね、あの皆さん、スタッフさんにしろ。っていうことは、僕も一番実は音楽やってて嬉しいのかもしれないです<ー>。うん、これから、どういうふうに。残りの人生じゃないですけど、うん、どんなことをしていきたいというのはあるんですか。まあ、酒飲んで暮らせればいい。<laughs> <laughs> まあ、その基本なんですけど <laughs>、はい。 あのまあ配信とか和お手とかっていうことを一回こうちょっと忘れててみよううかなっていうふうには思ってますまだおかげさまで需要があるのであれですけどえまあコロナも明けていろんなあのスタイルが出てくると思うんですけどやっぱりねあのちょっと休んで今後何でしょう配信に限らず見直してそうですねまあ残り うん、難しいんですけどプロデュースバンドのプロデュースじゃなくて人のプロデュースというか<の>こういうふうにやってみたらみたいなせっかくまあスタジオもあるんだし。 いや本当に、ね、あのコロナのおかげでいろんな人と知り合えて、うん、友達すごい増えたんですよね、はい、知り合いがものすごい勢いで増えてだからそういう人たちのなんかこう場場作り、うん、そ別に配信じゃなくていいんですよ録音だけでもいいし、うん、なんなら宴会だけだっていいんですよね場であれればな自分が USB とかのハブみたいなああ、うん、<laughs> いうハブ的な 人間で今後生きたいな、それで生きていければ一番幸せなのかなって。ま,まあうちはねスタジオやってるけど、まあうち出てるのはこの有健というね、うん、ギターアコースティック2本とまあエレキもやりますけど、はいえー、その二人と。はい あとは石黒淳子っていってあのピアノと弾き語りはここでもねやっていただいてあとスポットでやってくれた歌手の方はねひーなさんとかいらっしゃるんでここはね音楽スタジオではないのでトークしながらでちょっとした2人ぐらいうん、うん、ギリギリ3人の、ね、音楽ならピーポーピーポーなったら入っちゃいますけど <laughs> 配信はできますよっていうスタジオなのでうん、うん、ねあの カラーはね、僕のとことは違いますけど、なんかね、これからさんと組んで。そうですね。いろんなことがね。お互いのなんか特徴生かして。そうですよね。できればいいなと思いますね。もう一時間なってしまったんですけど。はい。最後になんか、どう、いかがでしたこの一時間。いやね、めちゃめちゃいつも見てるんですよ。あ、りがとうございます。釣りさんのね。聞き上手?。話、引き出し上手だし。聞き上手だし。一回やってみたいなってずっと思ってたんで。もう、もう今日はね、めちゃめちゃ楽しいし。 その俺ってこんな喋る人だっけみたいな <laughs> 最初ね緊張してるみたいな初めてなんで、はい、こううのめちゃくちゃ緊張してましたけど今めちゃくちゃ楽しいですね、はい、ありがとうございます、えー、またね<う>これを機会に一緒にねですに今日はどうもありがとうございました。